様、おはようございます。始まります。今日も元気にワクワクキラキラ波動アップ、宇宙人みちこのミラクルワンド。今日はね、盛りだくさんの内容をね、お届けさせていただきます。皆さん最後までゆっくりぎっしり見ていってくださいね。ヨウさん、今日もよろしくお願いします。ヨウ、かわいいですね。私も頑張りましたけど、ヨウさんも。ね、可愛らしくね、全然全然登場していただいてね、もうお互いティアラで、ね、すごい可愛いです。はい、ありがとうございます。頑張ってます。昨日もいろいろありましてね、はい、Facebook 見ていただいても分かるね、車ぶつけちゃいましてね、はい、ガッシャンってやっちゃったんですよ ね。もう免許取ってゴールド免許なんですけど、久々にやってしまって、その後お台場でパーティーだったんですよ。あ、皆さん来ないかなと思って行ったという。はい、そうなんですね。やっぱし私波動は下がっちゃうんですね。ね、やっぱり下がっちゃいますね。だからいつもね、何があっても、はい、あ、よかった、人じゃなくてよかったとか、自分も体じゃなくて、ただお車がかわいそうだなって言ってなでなでしてね、はい、置いてきたんですけど ね。だから何でもいい方にね、どんどんもう何があってもいい風に撮るっていうのが波動が上がりますので、ね、大事ですよね。大事ですよ。そしてですね、今日ねちょっと早めに、はい、ズームなんですけど、はい、バイオリニストのおじさまですね、はい、鶴見さんに早くにね、ちょっとお呼びさせていただいたの、はい、コンサートも始まっちゃうんですよ ね。その忙しい中にね、はい、来ていただきましてね、来てというかお願いさせていただきまして、はい、デッサンカもリスカの、ね、この間のデッサン会素敵でしたね。素敵でしたよ ね。すごい超色の素敵なね。いや皆さんね、またぜひ来て、まあもう来ていただくかわかんないんですけど、何人もまたお願いしたいから、ね、本当に貴重ないい経験させてもらいましたね。いやいや本当にね、講師が現れたみたいな感じ でしょ。馬乗ってたらどうなるんだと思って、私も遠くから馬がパッカパッカ、もう、ね、うおーってなっちゃいます。登場してきそうな、本当素敵だったんですよ。だからもう私もハートどころでハートいっぱい落っこっちゃってね、もううっすらになっちゃったんですけど、綺麗で見とれてしまいましたね。そうでしょう。だからまたぜひっていう声がたくさん来てまいりましたね。そんな中でつぐみさん、ズームなんですけどお呼びさせていただいております。つぐみさん、はい、よろしくお願いします。よろしくお願いします。先日ありがとうございました。はい、美術館での、はい、ありがとうございました。もう本当素晴らしい、もうね、モデルの初めてのモデルさんとも思えない感じで、ね、そうですね、楽しかった、はい、あ、そうなんですね。どうですか、もうこれからなんかコンサートっていうかライブっていうことで。そうですね、この後ちょっと銀座で演奏の、はい、パーティーの演奏なんですけど、はい、すごいおしゃれですよ ね。やっぱし私 ね、アーティストですから、はい、音楽とアートは欠かせないんですよ ね。自分はもうこれセットだと思ってるの ね。素晴らしいですね。だから音楽の方もたくさん、まあ、まあ、ミホちゃんも歌詞で歌ってらっしゃると思うんですけど、作詞作曲もされますね。皆さんこういう関係がすごく多いんですよね。いやもう本当につぐみさんの活動って今海外の方でもね進出されてらっしゃるっていう形でも見させていただいてるんですけど、はい、私は、2回スペインに行ってきました。スペインにすごい、ぴったりですよね。もう絵に描いたようにすごい。でどうですか、スペインに行かれてどんな感じで活動されたんですかね。一つはミュージックビデオを向こうのやっぱ景色で撮りたいなって曲があって、はいはい、それで向こうのカメラマンの方と撮影したり、はいはい、でもう一つは向こうのミュージシャンとコンサートを、はい、やりたいなってのがあって、はい、両方とも実現できたので、はいはい、とても幸せでした。素晴らしいですよね。もうぴったしの、はい、風景っていうか、うん、つぐみさんの雰囲気としてぴったりだったんじゃないですかね。そうですね、やっぱ僕のやってるこうフラメンコのね手拍子を入れたりした5拍子をやってるんですけど、やっぱそれが向こうでもこう近いけど新しいみたいな距離感でとても、はい、好評いただいて、やっぱ自信になりましたね。もう素晴らしい。コロナ禍、まだコロナ禍どうしよう、スペあちらの方はどうなんです、コロナとかどういうのは。でもその3月に行った時はやっぱりめちゃくちゃマスクも厳しくて、スーパーとか行ったらもうマスク、僕結構ゆるいので、マスクしてないと。わかります、すごい、注意されましたね。ああ、そうなんですね。はい、
で、9月に行った時も、はい、地下鉄とかバスはやっぱり、はい、バスが厳しかったかな。厳しかった。バスと高速列車はまだマスクしてないと乗れないぐらい。ああ、でもライブ会場とかコンサート会場では皆さん結構いらっしゃっていただく感じですか？これはもう大丈夫ですね、はい、満席だった感じでね。すごいですね。いや、いつも満席なのでチケットもすぐ売れもうなくなっちゃうんですよ。実はミョウさん一度行かれてらっしゃるので。そうですね。あ、本当ですか？実はそうだったんですよ。後から聞いたんですけど、その前に行かれた時にもう金魚ミュージアムの時の。あ、そうだったんですね。はい、ベリーダンサーさんとの融合の演奏が本当に素晴らしかったですね。あと、タンゴの方の。そうですね。アートアクアリウム美術館の時ですね。そうですね。はい、素敵な、素晴らしい。素敵でしたでしょ。ありがとうございました。もう、すごい良かったですね。はい、私ももう、最初に初めて行った時なんか、遠すぎちゃって、もう、距離が遠くで。でもなんか、お知らせの方は結構、つぐみさんと仲が良かったみたいなので、いや、大丈夫よ。ちゃんと普通に話してくれるわよ、なんて言ったら、すごいこんな気さくの方だったら、ちょっとびっくりしちゃって、私も、おじけづいちゃって、もう、すごい舞台が初めてだったので、はい、もう田園でしたよね、うん、バラ園のある確か。すごい田園だったんですよ。その田園でバイオリンで弾かれて、この館の中だったんですけど、すごすぎちゃって。旧古川邸ですね。そうなんです。そこが初めてだったの、私も。そうだったんですね。敷居が高すぎちゃって、つぐみさん初めて見た時、うわーと思っちゃって、こんなになっちゃったと、この私が。もう、近寄れないみたいな。ほんと近寄れないって感じで。で、ここまでね、なんか、もう美術モデルとかね、こうゲストに呼ぶまで行っちゃったという、このね、私のこのずずしさもあるんですけどね、お願いさせていただきまして。いやー、本当にもう、ま、これからも結構まだ、いろいろコンサートをすごく、いっぱいライブとかも詰まってる感じでいらっしゃるんですかね。そうですね。やっぱクリスマスコンサートが一つはもう明日なんですけど、まあちょっとちらっとチラシを、いいな、はい、こんな感じで。いいですね。素敵なチラシですね。これは原宿のラドンナってところで。あ、ラドンナ、あれめぐみさんは結構やってるところですね。坂の途中のところですよね。うん、そうですね。はいはい。素敵。明日の昼と夜と、昼と夜、はい、ありますね。いいですよね。もうほとんどもう完売じゃないですかね、はい、チケットもね。そうですね、こちらは、はい、ね、で次とかはなんかまだあるんですか？あと12月25もちょっとご存知かもしれないですけど、飯能にカールバーンっていうめちゃくちゃかっこいいアラビアンレストランがありまして、はい、そこで、僕は25日の方なんですけど、クリスマスコンサートが。はい、ここはなんかお料理もめちゃくちゃ美味しいっていう評判の場所です。25日になるんですか？はい、25日。何時からですか、そちら。夜ですね。夜の6時半。あ、ね、私、ポチクルだから、はい、あ、でもいっぱいですよね。もう、後で連絡しますとか言って。そうですね。ポチクルなり珍しく。ぜひぜひ、スタさん、いらしたね。打ち合わせだけなんですよ。ね、あ、2件入ってるのが。アジアレストランでね。最高ですね。でも、つぐみさんのまた私、行かせていただきたいと思いますので、ぜひ情報いただきたいなと思います。はい、これがまだ、これからまだ、はい、告知してないやつなんですけど。火の。さっき美穂さんがおっしゃってた、アートアクアリウム美術館と、はい、同じオーナーがやってる水義庵っていう日本橋のお店がありまして、はい、アートアクアリウム美術館にあった能舞台、はい、あれがそのままここにあるんですけど、はい、ついにあの能舞台の上で演奏。すごい。いつですか、こちらは。皆さんこれは2月の25日と26日のちょうど土日ですね。土日ですって、はい、そうなんですね。あったら来たいですよね。来たいですね。ね、私休みを取って行きたいです、ね、うん、でしょ、はい、ね、素敵、はい、もう久々にも伺いたいです。ずいぶん行ってなかったんですよ。2年ぐらい間が空いちゃったんですよね、私の場合。すごい、うん、で、あの時ね、あの相模原の、やってくれましたね。素晴らしい。そう、迷いながら、迷いに迷っていろんなことがあったんですけどね。着くまでにいろいろね、すごいことあって、UFO 飛んできたりとかね、いろいろあったんですけど、たどり着いてよかったですね。たどり着いたという。そうだったんです。楽しみですね、みょうさんね。楽しみですね。いろんなイベントが盛りだくさんですね。つみさん、盛りだくさんで、あと、皆さん聞いてらっしゃる方に何かメッセージとかありますか？なんか、まあ、そうです、まあ、せっかくなんで、ちょっとバイオリンを、ね、ありがとうございます。本当に弾けるのか。何をしてるのか。おぉ、ちょっと、はい、ちょろっと何がいいかな。
まあ、あ、そうですね。クリスマスソングとか。クリスマスソングを出したんですよ。はい。5拍子のやつで、ちょっと Facebook とかにはチラッと上げてるんですけど、はい、あの、まあ、少し甘くて切ないメロディーみたいな。はい。皆さん、もうチャンスでこれ、ラッキーですよ、今日。検索すればもうどこでも、ね、Facebook じゃなくても出ますか、はい、どこでもこの ESUMUZI なので、うん、絶対で、はい、はい、あと今日のイベント、まあ、私のとこあのもし飛んでいただいたらリンクを送らせていただけますの で、ね、ぜひ皆様、はいはい、もう王子です、王子の演奏をぜひ、ね、講師の王子の演奏を聞いていただきたいなと思います。これからコンサートということで本当にお忙しい中ありがとうございました、はい、こちらこそ、はい、ぜひ行かせていただきますのでまたよろしくお願いします。来年もよろしくお願いします。はい、ありがとうございます。ありがとうございます。はい、じゃあ番組頑張ってください。はい、ありがとうございます。はい、失礼します。ありがとうございます。いやー、どうですか、ね、素晴らしかったですね。やっぱ響きが全然違いますよね、バ、うん、イオリンのね、うん、ねー、いいバイオリン、ね、うわー素敵。そして今日ね、今日の一枚で、はい、あの太田さんの絵が杉道さんの絵を描かれたっていう、はい、今日の一枚があるんですよ、はい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 、太田勇さんの、はい、はい、この一枚で、わあ、ね、素敵ですね。あの弾いてるところに描かれたという、ね、弾いてるところ素敵ですよ ね、これ額に入れたら、はあの販売もできそうな、ね、できますよ ね、古典とかで展示されてもいい感じありますね。いいですよね、このシリーズで。なんか太田さん曰くね、もうあの、うん、岡山の方なんですけど、はい、まあ、ここまでもし鶴見さんがデッサンモデルされるんだったら、ぜひ来たいとか言って、はい、岡山からいらっしゃりたいということでおっしゃってらっしゃいました、ね、はるばるね、この間デッサン会にね、そう岡山からいらしていただいて、いや、うちのデッサンが結構すごい ね、新幹線乗っ泊まり来る人いらっしゃるんですか、ね、すごいですね、昔から本当ありがたいと思うんですね。シルエットが素敵ですね。素敵素敵でね、絵となると、はい、次はね、はい、初夏の松山敦子さんって方、はい、初個展に私ちょっと行きまして、そうなんです、聞いてみてください、はい、この感じで、はい、初めてのね、はい、個展ということだったんですけど、実は8歳から初夏をやってらっしゃったと。8歳から、ね、だから初めての個展にはすごいなと思ったんですよ。長年のキャリアがすごいキャリアある方で、素敵じゃありません。素敵ですね。もうちょっとこう薄い感じもまたいいですね。このね、あのあれですよ。実物はもっと濃いです。あ、そうなんですね。す、違いますね。原画と一緒で。そうなんです、ね。はい。すごいですね。8歳から。8歳から。長い有名な師匠にもついてらっしゃって。そうですか。素敵です。もう花だらけでしたよ。あ、そうですか。いっぱいも。ああ、そうなんですね。キャリアがないと、これ初個展っていうから、ね、申し訳ないで、すごいですね、私も実はショーをやってて、はい、もうダウン持ってるんですけど、密かに、ね、実はもうまたやりたいと思うんですけど、そうですね、ちなみに私もダウン持ってます。やってらっしゃいます。そうでしょ、はい、だからでもすごいね、すごいですね。だから私どの程度って失礼なんですけど、初個展と見たの、これはちょっとレベルが高いぞと。ね、高いですね。でも今日開けさせていただきたい。昨日お伝えしたんですけどね、びっくりされてました、松山さん。って本当ですかなんて、ねえ、すごい、うん、これあの松山さんはあの、はい、ファッションデザイナーでありまして、ああファッション業界の方なんですね、こちらが本業なんですけど、そうなんですか、はい、ファッションのデザインをやってらっしゃる方 で、ね、スカーフとかスニーカーにね描かれます、素敵な方です、品のある本当にもう、ね、本当ですね、素敵ですね、はい、点と聞いてちょっと驚きました。なんか8歳からやられてたってことで、はい、素晴らしいですね。
本当にもう先ほどちょっと全体的に撮らせていただいたんですけど、こちらの作品ってもご自身でパネルも作られたという、そうなんですか、いいでしょう、素敵ですね、素敵でしょう、中の屏風のね、うん、あの前のものをご自身でね作られたそうですよ、そうなんですか、ものすごい時間かかったっておっしゃってます、使った筆も出されてた、そうですね、もう書も絵ですからね、アートそうですね、はい、素敵ですね、本当感動しましたよ、素敵でした、ぜひ松山さんもねお呼びしたいなと思ってます、こちらに、はい、ぜひぜひお会いしてみたいですね、こちらも作られたんです、あ、そうですか、素敵でしょ、すごいですね、流木でですかね、流木で、ね、素敵でしたよ ね、 ね、 素敵 で、 したね、ですから、フェイスブックでも松江松子さんで検索していただきましたら出てまいりますので、皆さんぜひ検索されて見てみられてよろしいかなと思います、はい、でそしてですね、やはり私もアーティストということでありましてね、やっぱアートが好きなんですよね、まあ、美穂さんも好きだと思いますけどね、はい、アートが ね、 はい、ですから次はね一緒に行きましたので、はい、ほら原宿に、あ、行きましたね、はい、ジクラートって言って一度ゲストに来ていただきました小滝のり子さんが、はい、まあ、あのやってらっしゃるっていうか、はい、ボックスをもう借りられて、あちら何十人かで ね、はい、販売されてらっしゃるんですけど、すね、この様子をね、私はすいません、でっかい顔がバッと出るんですけど、皆さん目つぶってください、こんな感じで取材してまいりました、こんなでっかい顔出ますよ、もう本当にこんな感じで です、ほらね、でっかい顔でも、あ、そんなことないですよ、全然全然楽しかったですよね、ジクリーもね、小滝のり子さんとかね、佐藤さんがこちらで出品してるということで、させてもらいました、なんか方々、作品がこの間も一度伺ったんですけど、なんかワイワイワイが過ぎちゃって、ちゃんとなんか動画撮ってなかったなと思ってるので、撮らせていただきました、あとピンクのなと思って、ね、すごいですよね、うん、なんか可愛いひよこちゃんの絵を、ね、一生懸命描かれてましたよね、そうなんですよ、取材したかったんですけど、あとでコスプレの女の子がブワーッと並んできたん で、 そうですよ、ね、次出ますけど、ね、すごい、それで取材し忘れてしまったという、キャリーパミパミ系の方がね、ブワーッてきましたね、可愛かったですよね、あれも自動販売機の、可愛かった、一緒に飲んだじゃないですか、自動販売機の、みつこさんにね、うん、あ、可愛いらしい、女の子たちも、ね、原宿って感じでしたよね、みんな本当個性的に可愛くて、ねね、インパクトありますね、みんなもう振り返ってましたもんね、振り返ってましたよね、可愛、ね、い、可愛い、で皆さん小滝さんがまあ中心 で、 あ、で、ね、で佐藤ね、はい、さんも一緒でね、さあさあテレキスさんもご一緒だったんですけどね、はい、素敵でしたよね、美穂さんも買われて、私も実はあれかまた行ったんですよ、だったんですか、幼馴染と一緒 で、 で、はい、購入させていただきましたね、あ、そうですか、もう小谷さんのすごい素敵なね、もうお作品があったんです、そちらも買わせていただきました、皆さんね2月まで延長になったそうなんです、あまりの人気で、あ、すごいですね、はい、本当は12月までだったんですけど、はい、うん、あのラフォレ原宿ですね、 B11 かでしたっけ、あ、はい、こちらの方で、はい、あの展示販売されてますので、皆さんもお立ちなさってみてください、はい、楽しいです本当ね、原宿歩くだけで楽しいですよ ね、 楽しいですよね、すごい楽しいと思います、ラフォレも個性的なお店がたくさんありますね、ね、見るだけでも楽しいですね、はい、そしてついに来ましたね、はい、今日のスタジオゲストさん、そうですね、はい、キングレコードのガクさんをお呼びしております、はいはい、どうもこんばんは、ガクです、よろしくお願いします、リフレイン、いや、まない雨はないから、流す涙隠せなかった、いつも歩き慣れた道を一人歩くと景色違った、離れたわけを自分に問いかけ続けた、何度も
何度も繰り返した。切なさだけが済んでた思い出に変わっても、あの時の思いは消えないけれど、思いのまま生きてたら違うマスを描かせた。そんな夢が今も浮かんでは消える、揺れる気持ちのやるせなさ、あの時と重なっていた。どうもこんにちは。ご無沙汰してます。あ、ご無沙汰ですよね。ガクさんもこっちの番組ね。鳥越さんご無沙汰ってです。ご無沙汰ですよね。はい、去年あたりですか。そうなんですよね。ちょっと1年間ぐらい番組やらせてもらってたことがあって、はい。多い時は週に1回ぐらい来てました、ここに。そうだったんですね。はい、じゃあ逆バージョンでゲストさんになってしまったというね。はい、まあゲストさんも なかなかどうですか、感じは。ゲストね、なんかちょっと逆に落ち着かない感じが、ね。落ち着かない。自分でなんかいろいろこうなんかね、あ、大丈夫ですかとかいろいろやっちゃいそうな感じがする。大丈夫です、やっていただいても全然大丈夫ですけどね。はいはい、もうガクさんって言えばね、言えば何？なんで？ほらサングラス、もうサングラス。さっき来られた時、薄いサングラスされてたんですよ。そうですね。目がね、初めて見て、お目目が、はい、びっくりしました。優しいお目目。初めてなんですか？私あんまり見てない。あ、そうですか？私実は、はい、私も黒いサングラスだったんで、お目目がね、すごく優しいお目目で。さすがにこれは普段しないですよ。そうですよね。はいはい、そうですよね。はい、普段は、うん、だからああいう薄い色の、うん、あ、だって何といってもライブ会場とかイベントしか会ったことないので、私分かんないです。あ、まあ、そういう場合はそうですね、大体これですよね。一度秋山さんご紹介して、秋山プロの、はいはいはい、そうですよね、そうですね、ありがとうございます。そうそう、ステージ普通気にしてらっしゃいます、はい、今もですか？今も、ありがとうございます。連絡は取り合ってますけど。あ、そうですか、はい、もう今日気になさってらっしゃる、はい、あ、そうなんです、いつもそうなんです、うん、ちゃんと連絡いただいて。そうですよね、でもキングレコードだしって感じ、てん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 ってなってる、もう所属してるしって感じでね。いや全然そんな、そう、まあ自由なんですか、結構。そうですね、割と俺の場合は放任というかね、放置さん、まあそれはちょっとあんまり言えない部分もあるんですけど、あるんですけど、あるんですけど、まあ今ぐらいの話だったら全然大丈夫です、割と放置で、あ、じゃあフリどっかで依頼来ても他の全然大丈夫、プロダクションでも大丈夫。そうなんですね、知らなかったです。私事務所所属してると、はい、NC かと思って。いや、事務所所属っていう感じじゃないですよ、そのリリース単位でのこういう話になるんで、そうですね、まあ一応だからね、うん、それがもう全然もう絶版になってしまうとか、そういうのとまた別かもしれないですけど、まあ CD がこう、ね、流通してる間は、うん、あ、そうなんですね、はい、で今の、曲なんです、今の曲リフレイン、リフレインごめんなさい、はい、リフレインって言ったね、結構学さんファンは皆さんが誰もが知ってる曲じゃないですか。これそうですね、メジャーで出させてもらった曲 で、 そうですよ、ね、一応カラオケでも歌えますんで、ありますよね、カラオケで配信されてる、学さんファンがおっしゃってました、うん、ね、それは作詞作曲ってのどなただったんですか。リフレインに関しては、うん、本当にライターのやつとずっと一緒にやってて、はい、そいつが詞も曲も両方やらせてくれって言った曲、はい、たまたまこの曲
がまあそうだ、そうですね、カチッと勝ち合ったというか。そうですね、最初詩は俺が書こうかって言ってたんですけど、いや詩も書きたいなみたいな話になって、それで彼がっていう、だからその曲は珍しく全部彼がやってる感じですね、うん、はい、そうなんですね、はい、爽やかでなんかいい感じですよ ね、 ね、爽やかで、ね、ありがとうございます、とてもありがとうございます、メッセージ性がある、そう素敵ですよね、結構あのどうですか、ガクさんのあの CD ってどこに行けば、どこに行けば、うん、そうですね、確かに今も、うん、この間メジャーで出したやつも、うん、もう何年も経っちゃってるんで、うん、もう店頭にももうないでしょうし、アマゾンとかもこう、ね、見るとね、はい、もうなんか割とあれなんですよ、うん、値段がすごい逆に跳ね上がっちゃってて、枚数が、いや枚数が少なくなっちゃってるから、あ、プレミアついたんですね、そうなんですよ、プレミアついちゃうんですよね、定価の今何倍かになってる、すごい、最初買った人は、いや、いや俺がちょっと持ってるのにみたいなね、そうそう、でも私ほら1回だけどこでしたっけ、あそこ四ツ谷3丁目の、そうですね、あ、バー43でお聞きして、で主人その場で買った、そうなんです、ありがとうございます、だからその場で珍しいんですが、あ、買いますって言って、その場で買っちゃったという、ね、すごい仮想力で、この素人に言われたくないと思うんですけど、いや、この間バースデーに来ていただいてね、すいません、そうそう、何度も、そう、その時に、その時になんか予想もしない言葉が返ってきたのでびっくりしたっていう、すいません、違うさ、あの時しか私聞いてないし、あのジミーさんの店しか聞いてないんですよ、実際、まあ機材があるかないかみたいなところの環境だけで、あの何もしかも地声でなんとなく、で、ステージじゃないですか、でっかい、びっくりしちゃって、しかも3時間ぐらいありませんでした、あれ、そうですね、そうで、で、まあ、全部フルバンドでやった、フルバンドで、はいはい、そうでしたよね、もうガチのワンマンで、ガチのワンマンでしたよね、はい、だから私もええってもうずっとええ言って、いっぱい飲みたかったのに一杯しか飲んでなくて、知らずになんか下でこぼしてたというじゃああれ田島内さんが本当こぼしたんですけどね、覚えてなくて私はこぼしたことになっちゃってね、 ありますよね、そう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 、下でこぼれたっていう、そう、すごかった、で何度も何度も言ってね、しつこぐらい、私しつこいじゃない、蛇年だしって何度も言って、いやすごいですね、すごいです、いやプロなのにね、プロにすごいですねって言われて、芸人に面白いですねっていうようなもんですから、絵描きに絵が上手いですねって言われて、古典で私ショック受けますね、確かに、でも本当初めてずるって感じでした、俺、みたいな、 CD 持ってるじゃんみたいな、感動して思わず言っちゃったんですよね、でも中には、うん、ワンマンやってても私も結構行ってるんですよ、ちょこちょこ付き合いでね、あの招待とかいろいろ、えってこれでデビューしたのっていう人もいるんですよ、まあ、中にはわかりますよ、それいますよ、えって感じ、えっていう感じであるんで、途中で帰りたくてもなんか知り合いだから帰れないとかこうなっちゃう、帰りたいんだけど帰れないって、そうですね、そう、確かに厳しいですよね、そう、あれ厳しいですよね、もうひたすらもうこのスマホと友達になっちゃったりとかね、下でうーんって感じでね、でもう聞き応えバッチリで、前半と後半もそうですね、前半、そうですね、前半はあのだからそのボーイってバンドが好きなんで、あのバンドの全部カバー曲をやって、それもマニアックな曲ばっかりやって、誰も知らないみたいな、みんなオリジナル曲みたいな、そうそうそう、で後半は全部オリジナルでやって、そうだったんですね、そうですね、まあ途中そういう感じでちょっと偉い人も来てもらったんで、そういう人に挨拶してもらったり、でさっきもね、西川さんが出ましたけど、あのタジマジックさんとかマジシャンの方にちょこっと間をつないでいただいて、はい、そうそう、あ、3時間も歌いっぱなしじゃちょっとありえないですよね、そうですね、まあさすがに大変ですよね、あの着替える時間もなくなっちゃう、そうですよね、なんか黒いスーツもお似合いでしたけど、あ、一部がそうですね、黒いスーツでしたね、で二部がラフな感じで、そんな感じでしたね、おしゃれな感じでね、ガクさんもおしゃれです、お洋服好きですよね、全然、そうですか、もう全部あれですよ、全部古着ばっかりですよ、でも古着見えないですね、いや昨日古着屋さん行ってみたんですよ、はい、なんか売ってないものありません、あ、今そうですね、どこ今売ってないの、びっくりしちゃって、今暑いですよね、これ売ってないだろうっていうのが、そうそう、結構いいものがあったりするんですよ、古着、びっくりしちゃって、はい、私も着たいった時、うん、あった、はい、あ、そうですか、あったあった、結構ブランドものとかもえって感じの安いのありますよね、意外とロッカーさんとかこうね、ロッカーの人って古着とか、そうなんですよ、俺はだから逆に俺でかいし体が、うん、で、うん、だいたいそういうところでステージで使えるものとかを見ると、うん、みんなだいたい派手すぎたからもうみたいな感じで、そうそうそう、1回しか着ないからでしょ、売れないでいっぱい残ってるんですよ、だからそういうのも買いまくりですね、サイズが合えば、やっぱり、はい、
激高関係でしたね。結構古着使ってますよね。全然見えないですね。高そう。この間のブーツもすごい高そうなかっこいいブーツ。ああ、ブーツあれはさすがに。あれはアメ横で一応新品で買いました。アメ横で言うとこはそうなんですね。さすが。アメ横も結構ね、ありますね、堀田さん。輸入のあのブーツとか靴の専門店があって、そこもずっともうしばらく10年以上通ってますけど。そうなんですか。輸入の輸入の、はい、ありますよね。ちょっと乗せとこなきゃって感じ。女性ももありますか。もちろんあります。いいですね。ちょっと早速1階2階建てで2階が全部レザーのブーツなんですよ。それも全部輸入物ばっかり。あ、そうなんですか。アメ横にありますよ。ちょっと半額くらいで、アメ横におすすめの靴屋さん。半額で俺買ったこともあります。はい、皆さんちょっといい情報ちょっといただきましたよ。はい、ね、これからブーツですもんね、うん、やっぱりね、高いですね。そうなんだ、うん、で、コクさんもいろいろね、どうですか、あのこれからこれからいろんなことを、これからそうですね、だから、うん、去年とか今年か、うん、今年あたりは割とその今まで俺ずっと歌を歌ってきて、音楽一辺倒だったんですけど、はい、今年はちょっとね、うん、その音楽以外の例えばイベントみたいなのもちょっと手を出したりは始めたんですよ。普通のパーティーみたいなやつとか、まあそういうところでまあこういろいろ宣伝しながらなんて活動も今やってて、うん、普通のパーティー、そうですね、歌じゃなくて歌、まあそこでついでに歌わせてもらうようなレベルはあるんですけど、それはあります。はい、阿部さん以外でですか？阿部さん以外でも今やったりして、実は今夜もまたね、そのようなのやるんですか？いつ頃、どこであるんですか？今日は六本木で、夜の、六本木だって、夜の、おしゃれ、7時から、あら、やだ、やるんですけどね。ランチ会とかぶってますよ、思いっきり。こっちもね、銀座の方で、ランチ会かぶっちゃってる。今時期多いですよね、かぶるのね。多いですね、今時期 ね多いんですよ、ね、この時期はクリスマスシーズンですからね。そうだった。あとね、ガクさんって普段のルーティンとか、なんか皆さんね、はい、ちょっと普段のガクさん知らない部分も知りたいなって思ってる人もいらっしゃると思うんですけど、ね、ルーティンなんかどうなんですか？普段俺割とだからいろんな雑用的な仕事もいろいろ割と自分でいろいろやってますよ。うん、雑用的なボイストレーナーとかもやってますけどね。そうですよね、うん、ボイストレーナーも教えてらっしゃいますよね。まあイベント関係はまあそういう感じでバーって週末にありますし、割とね、あのこうデスクに向かってこう、やる時もあるんですか？パソコン打ってることもまあまあ多いですよ俺、多いです。だって意外じゃありません、ね、意外ですね。パソコン打ってる学生さんが想像つかない。違うんですよ、売れない人は何でも自分でやんないとダメなんですよ。やっぱりあの人件費がね、そうなんです。なんか私もそう、同じすごい。もちろんそんなのは全部自分で。人件費がね、私もかかりますもんね。かかるんですよ。自分でやった方が早いですしね。それ頼むより自分でやっちゃった方が早いとかありますよね。うん、早いのありますね。あとやり取りとかしてて、ズームとか繋いでとか。やり直しさせたりとか、そうそうそう、自分ですぐやり直すればいいんですか？自分のイメージを伝えるだけで時間かかりますからね。じゃあフライヤーとかもご自身でやってるんですか？そうです、全部。すごい。そうだったんですか？外注はもうほぼあの CD を焼いてもらうみたいな、そういう、そういうやつだけですよね。だからそリリースもののやつですよ。もう、はい、そうだったんですか。どこだから何気に私デザインスタジオやってるじゃないですか。さりげに言ったんですよ。私実はこういうことやってます。あまり言わないじゃないですか。チラッと言ったら別に薄かったんで、あの全然あんな感じだったら、そうなんですよ。だから俺もそうなんですね、長いんでね、割と自分でやることを自制化しちゃってることが多いですね。できるんだけどなって思ってたんですね。そうだったんですよ。なんかあれは別に営業してるわけじゃないんだけど、カッコして勘違いされたのかてん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 って思ったらこういうことだったんです。今ちょっと安心しました。なんか一瞬なんか無言だったんですよ、なんとなく反応が。あれこれ営業じゃないかってやってるんで、あの全然もう早めにできちゃうんでって、早めか分かんないですけどね、もうやれちゃうんでと思ったんですけどね。そういうわけだったんですね。すごい。あの何でもソフトご自身でどんなソフト使う？いやもうほとんどあれですよ、もう大体ワード、エクセル、パワーポイント、それぐらいしか俺使わないで、そこで全部完結できるようなものしか作んない。デザインソフトじゃなくて全然そんなの凝ったものは作んないですね。だから本当にだからそういう何年かに一度凝ったものを作んなくちゃいけないときはさすがに外注したりはしてますけどね。そうですよね、はい、まあ、そう、その時はぜひとか、さりげなくね、なんかさりげなく言ってますよね。ご相談させていただければ、ね、はい、めっちゃ安いんです、はい、あ、そうです。皆さんありがとうございます、逆に言われる方です。私あ、そうです。本当に、うん、そうなんですよ、ね、じゃぜひその際はよろしくお願いします。いや、どうですか、来年に向けて何か来年、そうですね、来年もだからしばらくこの今イベントを今年になってからいろんなイベント始めたところなんで、まあ、それはちょっと続いていくと思うんですけど、あとプラスアルファどうしようかなってまだちょっと実は悩んでるところでありますね。何をしていこうかなみたいな。いや、ここに座った人はね、
ミラクル起きるところだよね、皆さんね。ミラクル起きる場所なので、小滝さんとかね、すごいですね。そうですよね、小滝さんも上がったしね。みんなあと役が来たりとか ね、結構ミラクル起きてるんですよ。ありがとうございます。そのまんまの言葉通りですからね、この番組の。ちょっと右肩上がりにこう、はい、いけるようにね。なんかねエネルギーもらえるんです、ここ来ると。なんか頑張ろうとか思って、モチベーション上がる。そうなの、モチベーション大事ありませんか。あ、モチベーションがなかったら動けないですもんね。これ全てじゃありません、モチベーション。やる気が全てですよ。そうですね、落ちちゃったらなんか止まっちゃいませんの。ここはモチベーションぐっと上がって波動が上がりますから、学生も大丈夫です、きっと。ありがとうございます。新しい何かが宇宙さんがポンと呼んでく、あの飛ばしてくれるかもしれませんよね。これを機にじゃあさらにね。そうですよ、はい、はい、いや楽しみですよね、いろんな面で。みおさんも歌を歌うっていうんですけど、はい、どうですか。そうです、今年はちょっと仕事が忙しくて、去年あの大晦日のライブで、ご一緒しましたよ。ご一緒させていただきました。そうだった、聞いて、はい、そうだったんですよね。あのしかもあの先ほどのオンリーユーあーじゃなくてキャッツホールです、ね、すごいじゃないですか。はい、キャッツホール、あと一緒にね呼んであげて、どうですかね。うん、ありがとうございます。あとなんか、うん、オンリーユーで歌わせてもらったことがあったんですけど、はいはいはい、なんかこの間ね、最近オンリーユーでワンマンライブさせて、そうそうです、ね、あーと思って。最近はずっとオンリーユーですね。素敵な会場ですよね。あのピアノがあります。どうですか、いいとこ、いいですよね。うん、広いし、ね、あとバーカウンターもちょこっとちゃんときちんと後ろですし、ですね、横とかじゃなくて左右とこだった。あそこね、料理とかもすごいんですよ。厨房がめっちゃでかくて、そうなんですか。料理もあの、はい、料理がなんか餃子、すいません言っちゃ、そうそう、バースデーの時は餃子だけだったんですけど、でも美味しかったんですけど、そうじゃなくて餃子だけだった。今月の29日は俺別にあそこで交流会とライブをやるイベントやるんですけど、その時はもうフルコースで全部料理出しますよ。29日だって、ちょうど私は、はいはい、あら、もしくは空いてるような、いや、私、本当、長野に行く予定だったんですけど、一応、入っちゃって、お昼に、うん、行けなくなっちゃったんですよ、長野に。あ、そうなんですよ、もう、ね、ぜひ。これって、どちら、またオンリーユーさんで。オンリーユーでやります。はい、何時からなんですか。5時から9時ですね。メンズとレディース、お値段どういう感じで、ね。男が6000円、女3000円で。うわ、安っ、フルコース3000円、安くないですか。2時間飲み放題で。え、安い。料理もね7品ぐらいつきますよ。だからガクさんのイベント嬉しいのは、女性に優しいのよ。ありがとうございます。本当嬉しくない、いつもね、嬉しいですよね、飲み放題で3000円。でも料理もあって、お料理あります。いや、みおさん行かないなんて言ってたら、行きたいよね、忙しいよね、忙しい。やっぱ普通29日で、ね、29日忙しいですね。はっきり言って、そうなんです。行きたいのやばいやばい、必死でメモリを書いてって。皆さんぜひぜひ、ね、そうですね、これまだお兄さん大丈夫ですか。全然大丈夫です、はい、ぜひ皆さんは29日にオンリー、そうですね、オンリーユーさんで、はい、女性なんか3000円で飲み放題食べてって感じで、ね、そうです。え、何種類ぐらい出るんですか、食べ物って。料理はだから7品目ぐらい出ますよ、ね、結構で、7品で、はい、すごい。イエー、もう大掃除疲れたら途中で抜け出しようかなって、ね、であのパスタとかも出るんでお腹もいっぱいになります。当日はダメですよね、はい、いきなり。いや大丈夫ですよ、大丈夫ですよ。あの埋まってなければね。あ、そうよね、はいはい、そうそうそう、埋まってなければ。あんまりぎゅうぎゅうだとね。そうですね、この時期ですもんね。はい、まあでも大丈夫なんですかね、一応100ぐらいまではいっ、あ、そうなんですね、行こうかなと、ね、その時はあのワクさんに連絡、そうですね、連絡いただければ、連絡いただけましたら、はい、皆さんね、いいじゃないですかね、ね、飲んで食べて歌も聴けてって、ね、交流会もあって、そう、100名です、ね、すごくないですか。で割とメディア関係でも多分取り上げられるやつなんで、あ、ね、ぜひ。私 MC をちょっと毎回 ね狙って言ってるんですけどね、うん、MC をねぜひやりたいなと思って。あ、 MC ですか。なるほど、毎回言ってましたよね、イベント MC ですね、イベント MC をね、ちょっといい、私できそうじゃありませんか、はいはい、結構できるかなと思ってるんですけど ね、 なんか周りがね絵を描くのもいいけど、喋、うん、る方が合ってんじゃないかって私最近すごい似合います。確かに喋るなんか安定感もありますよ ね、 ね、ヒヤヒヤしないですよね、聞いててね、うまくこう回していただけるね、そうそう、違ってみて目もたまに回ってますからね、とか言って、飛んじゃったりして、こっちも回ってるみたいな、そうそうそう、たまに上飛んじゃったり、で長谷さん、おい元に戻れとか言われてね、横にまた上上がってます、説明を出してまんまいですけど、上にね上がってるよって感じでね、うわー、ほんとほんとほんとね、いやこれから本当にね楽しみ、もうあと今年もちょっと何
もうどのぐらいあるの、今日18日じゃないですか。半月早いですね。ないですね、もうね。やだ、どうですか、今年終わって。みおさんどうでした、今年振り返って。いや本当に忙しいのが続いて、うんうん、なんかもうあっという間に終わって、もうびっくりって感じですね。でしょ、夏すぎていつも早くないですか。早いですね。もう常になんかそんな感じで言ってますね。一日、うん、毎日が早いですよ。夏すぎると早く感じますよね、あれ。なんですかね、あれ。不思議ですね。本当に、さっきもラッキーだったじゃん。はい。早いですね。いやもう早すぎちゃって、私も何だったんだろうとか、まあ、いろんなこと自分の書き出したらやってたんです。あと振り返るのってフェイスブックで写真とかで見ると振り返られる。ああそうですね、ありますよね。いいですよね、1月からこうやって見ると、ね、フェイスブックでもポンって出てきたりしますよね。昔のとか ね、1年前とか、ね、そうですね、1年後みたいな、あれいいですよ、ね、5年前とか7年前とかすごい昔の出てくる時ありますよね。ありますね、出てくる、みたいな、こんなことやってたんだみたいな。私も出てきました、やってたんだって感じ で、 そうです、ね、髪型も違うしみたいな、ね、違う、そう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 、ありますね、あります。そしてこんなおカップル、こうやって短い時とかあってね、あとショートカットとかね、耳出すベリーショート、ショートカットの時あったんですね。しかもシビアクロス FM の時ね、MC やってる、アシスタントで、こんな短くしてもう先輩に怒られちゃって、変な髪とか言って、そんなこと言って、何でも優秀だったから、変とか言って、大変だった、私もうどうしようかと思っちゃったもん。でもだん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 、まあいっかなんて出になったんですけどね。俺最近思ったのが、やっぱりこう昔の写真が上がってきても、うん、あれ衣装変わんねえじゃん昔とみたいな、ね、もう何年着てんだこの服みたいな、ね、それがめちゃめちゃありますよ。私は逆に、はい、そう物持ちいいんですよ俺。いや私逆に個展とか俺は結構やってたじゃないですか、うん、持って今より個展の時、個展とかホテル日光とかあんなすごいところに、はい、もうチャッチすごい変なやつっぽいワンピース着て、ほんと説明してるんですよ、こうやってマイク持ってこうやってすごいダサいのにペルペルのワンピース着て、どこでか2000か3000品村でも買ったんじゃないかっていうような、お島村もちょっと違う、実名品村も好きなんですよね、大ファンなんですけど、こうペラッとしたね、うん、ワンピースとか着ちゃってね、ありましたよ私は逆に。こんなワンピースってあの空間で私こんなもうね、あのビデオ出しててね、どうなのこれってなりましたね。で面白いですね、過去見るのも ね、そうだ、面白いかと面白いですけど ね、うん、やっぱ過去があって今ですか ね、本当そうです、そうですね、いや7年前、いや美穂さん7年前はどうでしたかね。7年前は本当に普通に仕事してた感じですね。普通に仕事してた感じ。そうか。そんな感じですね。芸能入って5年目ぐらいなので。そうなんですか。だったんですよね。普通に仕事してましたね。普通に仕事してに。何に芸能関係いなかったので。あ急にね。あ、そうなんですか。なんかあのこんな可愛く綺麗になっちゃって、ね、何がきっかけでみたいなね。本当にも皆さんのおかげで。初めて見た普通の方でしたよね。いや本当。本当に普通の方、言われました、まあ、普通に歩いてる子、いやだって普通の方でしたもんね、現にそうでしたね、本当に。ただすごくいつも笑顔がニコ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 されてたんで、あとんでもないです、全然全然、うん、こうやって今もね座って、別に今だってそんなにね、あのキャラがめっちゃ強いみたいな、そういうタイプではないですよね。これとまた違いますけど、あれギラギラしてるけど、確かに水と油風な感じ、ね、そうですね、すごい、同じような暑苦しいって言う人はね、ちょっと暑いな、これちょっと暑苦しいじゃんぶつかっちゃってね、思いますけどね、ありますし、それはありますね、柔らかい感じでね、バランス考えて、感覚が良くないじゃないですか。そう、私も考えて、はい、同じキャラ結構と友達いるんですけど、ちょっとやめとこうかな、あの子って感じで思っちゃってましてね。そうなんですよ。でも今日もね、ガクさんのこの応援来たい来たいって人何人もいらっしゃったんですけど、ね、やはりあの、まあ、皆さんこの時期ですからね、うん、日曜日の、ね、まあ、こちらで自宅で見たいんですとかね、うん、でもさっき直前一人いらっしゃいましたよ、あ、はい、直前にもいらっしゃって、はい、俺が今ここ入るちょっと前に、はいはい、いらっしゃいました、はい、すごい素晴らしい、素晴らしいです、嬉しいですよね、うん、ですからもう丸2分ぐらい1分ぐらい前にちょっとお呼びして、うん、一緒にね、うん、あのエンディングっていうか、あの、ね、出してて、もし嫌だっていう方って別に、ね、そうですよね、まあ、出たがる人もいますしね、ちょっと顔はって人もね、うん、今なんでいるんだって感じで、ね、うん、思われる人もいますよね、確かに、うん、いや内藤さんきっとね、もう一人内藤敦さん来てますけど、内藤さんは、うん、ですね、一番初めに来てますね、はい、そうそう、はい、自分のことはもう抑えていただいて、ね、手を振るだけでね、フェイスブックライブでね流れてらっしゃるんですけど、アピールしそうですよね、内藤さん違うからって、今からデートだっていいからって、そう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 、顔が聞いてないから
からみたいな、聞いてないから、ね、聞いてないからって言ってしょうがないって感じ、言いたくてこんな感じでね、もう入った出っ放しからね、フェイスブックライブやってるって言ってるのに、うん、もうなのにもうその話ですね、びっくりしましたよね、もうね、フェイスブックライブやりながらそこで控室で隣にいたんですけど、ここに書き込んできました、ね、隣で喋った、自分の声だっつうところ、器用ですね、自分の声だっつうのもね、あのいいねをしてきたりね器用ですね、何気に、ね、まあ喋りながらやってましたけどね、じゃあ今押しますねみたいな、あそうだったんですね、はい、まあ、面白かったです、面白いね、なかなか、あと似顔絵も結構描いていただいて、そうです、俺も何度も描いていただいて、本当に最近描いてもらったやつは本当に今自分の部屋に飾ってます、いやいやいや、はい、私は逆にのいただいても買わせていただいたりとか、うん、あります、あります、まあ、プロですから、ね、そうですよね、内藤さんもどんどん上がっていただいてる感じで、あとはちらっとエンディングであの登場すると思いますけどね、でっかい登場する、ちょっと鍵閉めといていい、あそうこれもありですね、どうぞってガチャ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 ガンガンやられるかもしれないですよ、出させろみたいな、なんか取りそうになりますね、壊しちゃうかもしれないですよ、壊してポンって言って、何よこれなかなか開かなくてよなんて、ね、倒れたままに体当たりしてくるかもしれないですね、こうやってガーンとか言ってね、めっちゃ想像したし今想像した、ちょっとね、話が長くなると爆笑のことがあって、後で教えますけど、あったんですよ、大爆笑のことが、いつもね。こんなわけ、あとはですね、あの話はコロッと変わりましてね、うん、これ終わりましたら、うん、永井秀和さんが西東京市で、何個、うん、市議会委員で開始になりまして。そうですね、なんかね、聞きました。で、なんか俺の知り合いの芸人も出る。あ、そうなんですか。あ、ここが、あの、多いんですか。島蔵ゼット。そうじゃなくて、あの、吉本の。え、市議会議員ですか。はい、同じ西東京で。東京で、あ、本当に。吉本の。そうなんですね。そうなんですか。はい、島蔵ゼットって、あの、アブ3回とかでもよく来てて。そうだったんですね。はい、そうなんだよ、頑張らなあかんなって、ね。だから芸人同士が立ったな、みたいな、俺見てたんですよ。みたいな。これ合わせたんですか、本当は2時5時だったんですけど、3時に変わっちゃって、ひばりが丘だったのタナになっちゃったんですよ、変わったんですか、タナになったんですよ、でもタナの方が次あの私どものランチ会なんですけど、時間的に行きやすいです、行きやすい、行きやすかった、タナの方が行きやすかったです、なんか美智子さんがなんか演説される、演説ですよね、そして私ね、なんか中野真理子さんとかなんか、すごいね、他の方も呼んでいただいて、私1時間どうしようってね、もう困って宇宙と交信しながらいろいろね寝てたんですよ、はいはい、どうするどうするっていろんなこと練ってましたね、頭で、はい、そしたらなんかいやいろいろ出るみたいで、はい、10分ぐらいでしょ、4時間10分ぐらいやもんよかったよかったじゃんって、ね、またこの10分1時間考えてたの、10分に恐縮しなきゃいけない、今実は考えてるんですよ、あれ10分に恐縮するのかと思ってまあそれ何喋ろうみたいな、そう、ね、多分全然違うことです、さすがにそんな選挙だから変なこと言えないですもんね、だから中野さんとか大丈夫ですよねなんか変なスケベなこととかまた言ったりとかしないですかね、大丈夫なのかな、野川さん何喋っていいんですか、いやこれだから俺のバースデーにも来ていただいて、野川さんだからもう散々なんかスケベなこと言って帰りましたよね、本当にねまあまあああいうキャラだからあれはあれでいいんでしょうけど、ね、で私もすっかり宇宙が飛んでるとか UFO 飛んでるとか適当に喋ってりゃいいよやつです、うん、おいおい今日どういいか分かったんかいって感じ、そうはいかないよと思ってそうはいかないとやって感じで、ね、まあでも宇宙が言ってもねそんなに不謹慎って言われないから大丈夫です、そうですよね、はい、スケベなことはあるかもしれないですけどね、あの今日ゲストさんっていうか応援に来ていただいた方もぜひ一緒にエンディングを一緒にっていうか、かなりもう時間が押しますけど大丈夫ですか、大丈夫、うわ本当来ちゃったよ、後ろにどうぞどうぞいらしてください本当来たね、今日応援に来ていただいたどうぞどうぞ内藤さんです、来ていただいた方ありがとうございます、あ本当に、おいきなりおまた書いてもらった、あ似顔絵さすが、えちょっと今さっき下がって、うん、今からすごいこんな感じの、あそうなんですね、すごい、ね、すごい、ねすごいですね、ちょっと顔が見えないからちょっと下がった方がいいかもよ、あ、そうそう、見切れちゃってますよ、今かわいいのね、なるほどね、画面の奥の手がみんなこれ言っちゃう、ちょっと内藤さん顔入んないよ、顔イケメンすぎて出したくないんだって、後ろから見ませんの斉藤あずさんなんて、壁内藤さん、内藤さんみんな食ってくれよ、内藤さんごめん、入ってる、入ってない、何も入ってない、私内藤さんかがんでかがんで、あのかがむとね、なんかこうね、ガクさんの頭にね、あの合体するよ、行くよ、じゃあ次はですね、今日はありがとうございました、ありがとうございました、ね、みおさんもね、あの元旦です、実は次が元旦から午前11時、2023年は鳥越アズールでスタートを切りますので、絶対に見てくださいね。はい、どうもありがとうございました。
ありがとうございました。さよなら。今日は永井さんと対談します。よろしくお願いします。応援してます。